日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スピールボックスというメーカーさんのガスパチョをいただきたいと思います。ガスパチョ、なんか飲むサラダと言われるスペインの定番冷製スープという話を昔どっかで聞いた記憶がありますね。ちょっとで、というわけで中身をまとめていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。中はこのように赤々としたフリーズドライですが、冷製スープはこれを水で溶かすんです。お湯じゃなくても溶けるのかな。まあ注いではみますね。まあお水で溶かすよというのもあるのかもしれませんが、意外とすんなり溶けました。では飲んでみたいと思います。溶けるのは結構スムーズですね。そしてトマトの酸味はしっかり効いています。なので、好みは分かれそうな味だな。トマトが好きかそうでもないかではっきりと分かれそうな、そんな気がします。だけどまあ健康になれそうな雰囲気は感じられますね。あなたは。ごちそうさまでした。トマトの酸味が結構強烈に口の中に広がってきましたね。なのでトマトがお好きなのであれば朝食のちょっとした時間でも飲めるのでぜひおすすめしたいです。反対に苦手な方は避けた方がいいですね。野菜もフリーズドライなのでしっかりサクサクとした音が楽しめました。というわけで今回食べたじゃなくて飲んだガスパチョはトマトの酸味がしっかり効いていて胃が疲れたということで4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。